はい、ということでですね、カーパーキングの方にアップデートが来ましたよということなんですけども、まあ、ちょっと更新をですねする前に、まあ、あの毎回恒例のですね儀式にしたいと思います。はい、毎回やってないんですけども、毎回恒例の儀式に、するですねこの企画は、不動産を回ってお金を稼ごうというですね企画でございます。まあ、これですね、あの更新するとカウンターがですねあのゼロになってしまいますよね、おそらく、ますので、まあそのいくらですね、まあ不動産開けてたらこんだけ稼げるよというのをですね、お見せできるか分かりません。はい、現在ですね、1203万3930、これですね、未だにちょっと単位が分からないんですけども、まあ、クレジットと言いましょうか、クレジットあります。でですね、まあ僕も、まあ実を言うとですね、まあこのカーパーキングのこの不動産の空き具合っていうのが、まああんま分かってないんですけど、まあこれをですねちょっとスクリーンショット撮っておきましょう。ではですね、まず、3万しかありません。大丈夫でしょうか。はい、3万ね、月中。さあ、デザートです。デザートは、5万6000。安いですね。さあ、マウンテンやってきました。さあ、マウンテンはいくらでしょうか。ちゃんとですね順路に沿っていきたいと思います。まあ、これは取りません。5万5000やな。もうこれが最大金額かもしれないですね。さあ、離島のですねドーナツ屋さんでございます。東のドーナツ屋さんは、5万6000。もうこれあかんわ、皆さんもうダメですね、これは悪い例ですね今回は。はい、これあかんな、 やめた方がいいかな。ですねこれシティ2も来たんですけども、シティ2に関し至ってはもう買うことすらできない。これもうどうなんですかね皆さん。もう僕これ何回も買ってるんですけど、何回も買ってないんかな。もう一生ですねリセットされるような気がします。もう大丈夫かなさすがに。はい、多分ですね全部4つありますけど、4つやったっけ、あここにもあるんか、ここバイク屋さんのところですね、バイク屋さん。ほら書いてないですね、書いてない、買っときましょう、買っときます。はい、だから今回はですねマイナスですね。まあじゃこれどうしようか、やめるか、いや、やめよう、今回はやめよう、ボツで、まあボツにしようかなとも思いましたけど、まあ一応ですね、まあ動画撮っちゃったのでおそらくかなり短い動画になったと思うんですけど、もうねこんなんに時間かけても意味ないですから、まあ今回は、元々のマップの方ですねは、なんぼや20万ぐらいですか、あ20万ぐらいを、稼ぎましたけども、結局このシティ2の方でですね、これ何個あるんかな、結局1,2,3,4,5 箇所ですね、5箇所、まあ5箇所、またですね買い直し、昔買ってますからね、これカーパーキングがバグって買ったものを買えてないことに しとるんですよ。だから僕ですね、あのホーム、何でしょう、ホーム2とかホーム3とか、あの課金ハウスですね、あれも変えてないことになってますから今。もうほんまにこのゲームはなかなかないですよね、課金して買ったものが変えてないことになるっていうバグは。あのかなりですね、まあ、致命傷というか、あのほんまにゲームではあってならないことやと思うんですけど、まあね、これも日本のゲームやったら多分大変なことになると思うんですけど、まあね、
海外のゲームやからちょっと多めに見られてるんかわからないんですけど、許せないですけどね、普通に考えると。お金無駄にしてるわけですから、まあ、別にこのゲームの中のお金はねもう別にいいんですけど、実際のお金はダメでしょう。ちょっと見ます。はい、いやホームの方は買ったんか、あのアップデートが来てから。ホーム3ですね。ホーム3、あのでっかい一番でっかい家、520円って書いてます。これちょっと押してみましょうか。まあ、もしかしたら購入履歴がゲームの中に残っててお金を払わずして購入済みです出る可能性もあるんで、一回押してみましょう。あ、出た出た出た。このアイテムはすでに所有しています。エラー出ましたね。どうなる。You have a new house。 あ、入れてますね。あれ、なんかちょっと待って、え、こんな感じやったっけ。なんか、え、あ、猫おるな。あ、まあこんな感じか。なんか床面こんな黒しかったですかね。まあね、これ昔あの階段登りにくいとかありましたよね。階段登りにくいとかいろいろあったんですけど、うわっ、これめちゃくちゃ懐かしいな。皆さんこれ課金ハウスとか来てますかね、シティ2の。もう遊んでるかなみんな。あー、いいっすね。あー、そう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 、ここに穴があるんですよね。穴がで、この穴から落ちるとかいう、そういう遊びもあるんですよね。はいはいはい。あ、でこれ外にプールがあるとかもありますね。そう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 、懐かしいですねこれ。まあ結構でも段差系めちゃくちゃあれですね、簡単に乗り越えたりできますね。あ、ここ無理なんや。ここの段差とかもこれ階段扱い、ほらね、いい感じでなってます。はい、ということで、まあ、ちょっと今回はですねシティ2の不動産を買い直すという動画になってしまったんですけども、まあ、次回こそはですねしっかり、全ての不動産から回収して、まあ、あの5万5千ってどんだけカーパーキング遊んでないねんっていう、まあ、話もねあると思うんですけど、まあ、やっぱりあの基本的にその車作る方にばっか時間かかるんで、車作る画面ではお金カウントされないじゃないですか。だからもうあれ車作る画面でもカウントされるようにしてくれたら多分すごい額になってると思うんですけど、まあちょっと次回のアップデートまでにはあのもうちょっと遊んでですね、まあせめて10万とか20万とかぐらいはあのあるようにしたいなと思います。はい、ということでよろしくお願いいたします。